ミイラ。ミイラ。ミイラとは、人為的加工ないし自然条件によって乾燥され、長期間原型を止めている主体のことである。永久主体であって、枯れ袋とも呼ばれる。同様に、長期間保全される状態となった主体としては他に、死老がある。これは、ミイラが、主に乾燥によって成立するものであるのに対して、湿潤環境によって成立する永久主体である。 古くは神秘的な力があると考えられることが多く、人工的なミイラ形成は死者を後世まで残すなどの目的で古代から行われた。数百年、数千年を経て、未だ生前の面影を漂わせるミイラもある。死後、身体の腐敗が進行するよりも早く急激な乾燥、水分が人体組織の重量の50%以下になるが、 起きると、細菌の活動が弱まる。脱水症状などの条件から、死体の水分が有量が少ない場合には、ミイラ化しやすい。自然発生ミイラが、砂漠の砂の中から見つかることが多いが、これは急速な乾燥をもたらす。自然条件の他に、そこにできる死体が、脱水症状を起こして菓死するなどで死亡したものである。ため、死亡時の水分量が、 元より少ないという条件が整っているからと考えられる。自然条件においては、成人一人がミイラ化するのに必要な期間は3ヶ月と言われている。こういった自然のミイラは、全身が完全なミイラとなっている例は少なく、体の一部分のみがミイラ化して残っている場合が多い。自然環境において、全身ミイラが少ない理由の一つとして、 死体の中で最初に腐敗が進行するのが内臓であることが挙げられる。自然状態においては内臓が体外に出ることがないため人体の完全なミイラ化は起きにくい。ただし内臓が液化して体外に流出したり野生動物に食われたりした後に急速に乾燥するとミイラが形成されることがある。そのため人為的にミイラを作る場合には脳を含めた内臓を摘出し 外部で牡蠣などを用いて乾燥させ、あるいは薬品によって防腐処理を施した。その内臓は体内に戻すか、副葬品の壺の中などに収めるなどの手段が取られた。日本語のミイラは16から17世紀にポルトガル人から取り入れた言葉の一つでは元来、持つ薬を意味するものであった。 ミイラへの転移の詳しい権威は未詳であるが、モ薬がミイラの防腐剤として用いられた事実や、用の東西を問わず、ミイラ薬、ミイラの粉末が、不老長寿の薬として沈徴された事実があることから、一説にミイラ薬の薬効とモ薬の薬効との混同があったという。ただ、薬に使用したため、体調を崩し、死者まで出たことから、後には燃料として、 欧米中心に輸入されていたと早せだ。大学名誉教で、エジプト考古学研究者の吉村作次は述べている。16から17世紀のヨーロッパにおいて、ミイラは一般的な薬として広く使用されていた。そのため、ミイラを取ることを制御とするものが増えた。なお、ミイラを取るためには、墳墓の中に入ったり、砂漠を越えたりする必要があることから危険がつきまとい。 ミイラを探す人間が行き倒れることもあった。彼らの死体がどれほどの確率で自然乾燥によりミイラ化したかは不明であるものの、このことを指してミイラ鳥がミイラになるという言葉が生まれたという説がある。数多くの洞窟が行われ、近現代の考古学研究を阻害する要因となったのは事実である。しかし実際には、 本物のミイラを取りに行くよりも鉄造品を売りさばく方が楽であり、墓暴きが横行したということわざの成立由来は怪しい。なお、薬としてのミイラは日本にも輸入されており、江戸時代には大名の間で人気だったという。古代エジプトでは、紀元前3500から3200年の中田二期には人工的な遺体の保存が始まっていた。ミイラ作りは、大世、 復活信仰と密接に結びついている。エジプト神話で法上を表す神であるオシリスは、瀬戸に殺害され、後に、妻のイシスや、冥界の神、アヌビスの助けによって、ミイラとして蘇り、冥界の王となったという伝説がある。このため葬儀やミイラ制作は、オシリスの神話に基づいて行われた。内臓を摘出した後の死体を七十中夜にわたって、 天然炭酸ナトリウム、ナトロンに浸し、それから取り出した後、布で幾重にも巻いて完成させる方法でミイラが作成された。包帯を巻いたミイラのイメージは、この古代エジプトのミイラ作成に由来する。理性の場であると信じられていた心臓を除いた胸部と腹部の臓器や組織は、下腹部の石灰によって全て取り出され、脳の組織は、 鼻孔から挿入した針状の器具によって書き出された。取り出された他の臓器はカノプス壺と呼ばれる壺に入れられて保管された。古王国時代は遺体を石膏で折って彫像のようにする処置があり、第一中間期にはミイラマスク、中王国時代の第十二帳朝には人形棺が用いられるようになった。犬、猫、ワニ、ヒヒ,ヒ、トキなど、 神の化身とされた動物のミイラも作成され、特に末期王朝時代以降に盛んになった。19世紀の考古学においては、エジプトから輸入されたミイラの解剖が、研究目的だけではなく、見せ物としてヨーロッパの各地で行われた。これらの工業的な解剖においては、記録などは通常行われず、このために貴重な資料が多数失われた。当時のヨーロッパでは、 外科的手術自体が見せ物として行われており、特に死刑囚に対する解剖症は人気を博していたという。死者をミイラとする風習は南米アンデス地方でも見られる。アンデスのミイラの特徴は膝を折り腹部につけた姿勢、尊虚を取ることである。製法は以下の通り、死者の内臓と筋肉を取り除く。次に何らかの火力で乾燥させる。 最後に特定の姿勢に固定し、体全体を布で覆い、籠に収め、最後に服装品と合わせて、再度布を巻くというものある。紀元前200年頃まで続いたパラカス文化は、形成期において、すでにミイラの製作に習熟していた。インカ帝国が成立すると、特に好位の人物のミイラに対しては羽や装飾品、金属製の仮面を取り付けるようになる。 作成したミイラは祠に安置したり、住居において、あたかもミイラが生きているかのように話しかけ、食事を供し、亡くなった近親者への愛情と尊数の念を示し続ける。古い文献、大東西域記、西京雑記、放牧史などに入場ミイラの記述があり、高僧伝では、進むのもと安八年、九十八年にから、 ケツという層が死に火層に付されたが範囲焼けになってしまい、座したままでも崩れなかったため石室に安置して、礼拝したと記されている。大東西域記では現状が、西域の層のミイラについて言及している。現存するミイラとしては、関東省、昇州市南火事にある東大中期の前層、絵のの二組物、促進仏などがある。なお、中国では現在でも、 促進成仏としてミイラが作られている。ただし、生きたままミイラになるのではなく、死後に遺言によってミイラとして作られるものであり、全身に金箔を塗ることにより生前に近い形を保とうとしている。現在は一部が中国、ロシアの範中に入る広い中央アジアでもミイラが発見されている。ローランの美女として知られる古代のオアシストシローランのミイラは、 シルクロードブームで一躍知られるようになった。災域は乾燥、砂漠地帯でミイラが出来上がるのに好条件であり、そのため中国におけるミイラは災域に多い。大谷洪水の第三次探検、1910年から1914年でトルファンチックからミイラを持ち帰っており、当時日本が咀嚼中の大連の旅順博物館に所蔵されて、現在でもそこで公開されている。 ロシア連邦共和国に属するアルタイ共和国で、右国の王女、別名、シベリアの氷の女性が1993年に発見されて、現在は、ノボシビルスクの博物館で公開されている。密教系の日本仏教の一部では、僧侶が途中の穴などに入って、瞑想状態のまま絶命し、ミイラ化したものを、促進仏、促進仏と呼ぶ、仏教の修行の中でも、 最も過酷なものとして知られる。この背景にあるのは、入場。入場ないしは、生入場という観念で、入場ミイラとも言われる。本来は悟りを開くことだが、死を死ではなく永遠の生命の獲得とする考えで、ある。入場したものは、肉体も永遠性を得るとされた。日本においては、山形県の庄内地方などに分布し、現在も寺で公開されているところもある。 また、中国では一部の禅宗寺院で、今もなおミイラ化した構想が祀られている。木の皮や好みを食べることによって、命を繋ぎ、今日を読んだり瞑想をする。まず最も腐敗の原因となる脂肪が燃焼され、次に筋肉が糖として消費され、皮下脂肪が落ちていき水分も少なくなる。生きている間に、ミイラの状態に体を近づける。 生きたまま箱に入りそれを途中に埋めさせ度胸をしながら入場した例もあった。この場合、節を抜いた竹で箱と地上をつなぎ、空気の確保と最低限の通信、行者は度胸をしながら鈴を鳴らす。鈴が鳴らなくなった時が入場の時であるを行えるようにした。行者は墓に入る前に漆の茶を飲みようとすることによって体の水分を少なくしていたと言われている。 漆の茶にはまた、腐敗の原因である体内の細菌の活動を抑える効果もあった。これらは死を前提にするため当然ながら大変な苦行であり、途中で断念したものも存在する。湿潤で温暖な気候の日本では、有機体組織を腐敗から防ぐのは非常に困難を伴い、死後腐敗してミイラになれなかったものも多い。ミイラになれるかなれないかは、 上記の主体的な努力によることと、遺体の置かれた環境にも大きく影響するだけでなく、関係者により適切な時期に掘り出され、保存の努力がなされるか否かにも左右される。生入場においては、当人が死後に、促進仏として安置されることを望んでいない場合も、あるが、ミイラとなない、ケース、すなわち札楽都会なども含まれる、望んでいた場合でも死後の処理が遅れた、ないしは、 処理が不完全だったために、促進物として、現在安置されていないケースもある。歴代欧州藤原氏のミイラが知られる。社会主義国では、過去の指導者を深刻化する目的でその遺体を、ミイラ化、エンバーミングし、民衆に公開することがある。レーニン、レーニン病、スターリン、金日成、金正日、金州三太陽宮殿、毛沢東、毛主席記念堂。 ホーチミン、ホーチミン病など、この場合強力な防腐処置によって、腐敗を止めていると考えられている。その他、生前の本人の希望により、ミイラにされる遺体も存在する。ニューギニ,ニアや、西、中央アフリカ、アメリカ北西海岸、カナダ西海岸の部族は、死後の遺体を乾燥させ、または燻製にして、ミイラにし、墓の上や、家中に安置する風習を持っていた。 ニューギニ,ニア、アフリカにおいては、現在も続けている部族がある。また、カナリア諸島、スペインには、グアンチェ族のミイラがある。死体がたまたま特殊な物理環境に置かれた時に、ミイラ化してそのまま保存されることがある。ミイラは長期間死体が保存され、不気味であると認識され、また1920年代に、ツタンカーメンのミイラが発掘された後に、カーナボン教ら数名が、 謎の死を遂げたことが、王家の呪いによるものとさ、人を呪い殺すというイメージもあり、ホラー映画や書物にしばしば生き返って登場する。映画では、アメリカのユニバーサル映画が制作した、フランケンシュタインモンスター役で知られるカイキター、ボリス・カーロフ主演のミイラ再生、1932年、現代、が、始祖とされ、多くの後継作やリメイクが制作された。 1981年のように、同じく蘇った死者であるゾンビと共演する作も登場した。日本でも1961年に、日本テレビ制作の連続テレビ映画、恐怖のミイラが放送された。すでに死体であることから、通常人間が死に至る、セオリー、心臓を突き刺す、首を跳ねるなどを行っても死なず、というよりも元から死んでいるのだから、動きを止めず、 そういった物語の登場を人物たち及び読者、観客を恐怖させた。なお、それらの場合では冷や清水に弱いなどの特徴が見られる。なお、アメリカ映画、ハムナップトラ、1999年の現代は、リメイク元のミイラ再生同様すなわちミイラであるが、現代日本の文化状況下において安直すぎると考えたことからか、 日本公開時に直訳でない放題が付けられた。CM 等の映像を媒体において、現在では、ミイラは、フランケンシュタインの怪物と、タイで包みを巻かれた状態でコミカルに登場することが、多い、例、マスターカードの CM など。また、日本のコメディ作品、ぐるぐる、メダマンでは、包帯の中身への興味を逆手に取り、ミイラくんの包帯が溶けそうになり若干自肌が、 見えるという描写があった。日本の特撮、アニメ作品でも、恐怖度や攻撃力の高い敵役として、しばしば登場する。ミイラ人間、初代ウルトラマン、ミイラーマン、ジャイアントロボ、ミイラルゲ、超人バロム1、合成獣、ミイラス、マグネロボが、キーインなどである。また、コンピューター RPG において、アンデッド系モンスターとして登場することも多い。 日本の漫画では、梅津和夫、ミイラ先生が有名である。江戸時代のキリシタン弾圧で殺された、修道所のミイラが老水を浴びて蘇る。水を飲むと一時的に生きた人間と変わらぬ見かけに、慣れるため、顔がよく似た女学校教師と入れ替わり、本格的に美しさを取り戻すため、女生徒の生き地を過おうとする。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。